星道子は日本の女優である。本名は章の玲子、旧芸名は星道子、元子役である。1927年1月20日、東京府東京市に生まれる。1935年8歳の時に戦前の日活のスターだったおば、星玲子のいる撮影所に遊びに行ったところ、親戚にあたる巻野正弘監督に、チビ 映画に出てみろと言われ、これをきっかけに、映画、少年屈屋で、子役デビューする。しばらく、子役として活躍した後、学業に専念し、立教高等女学校に入学した。1945年、東京女子医大科、日本女子大の英文科への入学を志し、両校を受験するが失敗する。1946年、前年に続き両校の受験に失敗する。 その間に、水戸コ子復帰第一作、お光の演壇に出演する。当時として、高額のギャラをもらったことで、女優も悪くないと気楽に考え始めたといい、大学進学を断念して映画界入り、以後、大英、小畜、新東宝などで映画に出演した。1953年、東映に移る。東映入社後は、助演が主だが、時代劇。 現代劇を問わず大活躍し、多数の映画に出演した。後に、テレビ映画にも進出した。1965年に結婚、後に離婚した。2010年11月25日、東京、池袋の新聞芸座で開催された、時代劇の司法、中村金之助イコールよろずや金之助あの有志再び、金之助映画祭り2010のトークショーに出演。 生のサイン会も開かれた。2012年公開の映画、俳優監督イコール全力映画、もはやないものに、出演、健在を示した。父親はハンジおばは、女優の星玲子。映画監督、牧野正弘は親戚にあたる。か目あり。映画会入りの後、現代劇から、時代劇に回ったのは、本人によると、恥ずかしいことですが足がいささかガニ股でしてね。 時代劇でないと様にならないからですとのことである。片岡智恵蔵の大ファンで、1957年に大菩薩峠で共演した際には、胸がドキドキして、演じるどころではなかったと語っている。また監督の内田富からは、演技だけでなく、人生についても何かと教えてもらったという。えちゃん乗り出す。左から、中田孝二、えちゃん、星み子。 黒田清星美智子に関するカテゴリー、ありがとうございます。